みんな聞いて。あのな、最近うちさ、動画でも出したけどさ、スキンケアをやめるっていう肌断食したんやんか。そしたらさ、どえれえことになった。まあこの話はまた今度動画にして喋るわ。サハラ砂漠。ハロー、アサギーニョです。今日はお別れ会をします。大好きだけど、それでもさようならをする。出会いと別れの繰り返し、それが人生。みんな、いらないものちゃんと捨てていますか？どれだけ大好きでも何ヶ月も使わないもの、それはもうお別れをしなければならないのです。そういうお話なのです。ということで、今から捨てていくものはこちらの袋の中に全てまとめました。みんなに紹介していきます。まず最初にお別れするのがこちら。お別れだなんてそんな風に思いたくないけれど、長年の付き合いをしてきました、こちらのサロニア。このストレートアイロンですが、もう本当に愛用してきました。私がボブにしてから、ストレートアイロンはこの子でお世話になってきたんです。しかしこれを捨てることになった、その理由はお待ちあれ。こちらの、ちょっとこのサロニアちゃんには修羅場になるのでちょっと見せられないんですけど、新しい子が入ってきました。ちゃちゃーん、奮発しました。これは結構奮発したよ。ストレートアイロンでツヤの出るやつを使いたいなと思ってみんなに聞いたら、もう8割ぐらいのみんなよ、インスタでさ、コメントでさ、みんながサロニアじゃ、間違えた、ヘアビューロンがいいって言われてさ、ヘアビューロン宗教ですかっていうぐらい、もうヘアビューロンが絶対いいって。これすごい、みんなでもあのコスパ良くて、しかも髪の毛こうやってやってもブチブチブチちぎれたりしないし、本当にいい子でした。ありがとう、本当ありがとう。でも実はね、これね、海外でも使えたりするんよ。だからね、サロニア2個持っとって、うちね、それぐらい愛用してたわけよ。ほら、白色の方の色違いのサロニアを持ってたから、あの、これ2本持っててもしょうがない。これ全部で3本になっちゃうので、あの、初代サロニアちゃんは本当にありがとう。ではさようなら。お次行きましょう。次にお別れいたしますのがこちらです。じゃじゃーん、モンスター。はい、こちらのモンスターっていうドライヤー、これあのね、良いよ、もちろん良い。でもまだ私は浮気性なもんで、浮気しちゃいました。やっぱりね、人はいろいろいいものを見つけてはレベルアップしていくものでございます。こちら、新しい我が家にやってきたのはパナソニックのナノケアです。このナノケアはもうどう考えてもいいし、あの、ここからほらナノEが出るっていう。だからこのモンスターちゃんはすごい風力が半端なくて文句はなかったんですけど、でもあのちょっとね、レベルアップしたナノEが出るやつに変えちゃったから、このモンスターさんにもさよならを言います。ありがとう、今まで。次は靴です。これは靴なんだけど、コンバースの靴です。これめっちゃ長年使った、もう使い倒して何年もう買ったの思い出せないぐらい昔に買って、何回も白、あの、漂白して洗って洗って洗って洗いまくったけど、ちょっとこの後ろとかももうね、あの、穴が開いちゃった。ここから雨の日は水が入ってくるっていうので、あ、これはもうお別れだなと思ってさよならすることになりました。洗いすぎてもうこの紐も毛むくじゃらになった。見て、もうお名前プレート、コンバースももう見えないぐらい大好きでした。大好きだったよ、本当に。もう大好き、もうここに隙間もあるぐらい、何の服でも合わせやすいし、本当にあのラブでございました。ありがとう。でもう一足買いたいっていうぐらい、あのコンバースの白コンは絶対一足持ってたら、こんな風に長年私みたいにこうやって使うことになると思うので損はしません。ありがとう。ルールスキップルルスキップルルマダーリン。パキン。それでは次にさよならするのはこちらです。ソフティモ、トゥトゥ、見える？こちらのソフティモメイク落としです。このメイク落としをさよならすることになりました。これはね、私には合ってなかった。今使ってるやつがね、洗濯
きのさ排水口がさ水流れるところがさ、なんかさ臭いんやけど、どうしたらいいん？今使ってるやつがこのこういうやつやねんな。名前はちょっとどれが名前かわからんけど、アマゾンで売ってる。これめっちゃいいんやんか。うちさ松江区やんか。だからさオイルフリーじゃないとあかんくて、でもうちが使いたいクレンジングオイルありやねんな。オイルインだからさ目には使えないわけ。だから綿棒でこう取って、こうやってアイラインとかここの部分は取ってるんやけど、これはなんかなかなか取れへんくて、でもったいないかなと思ってな。やっぱもったいない精神でな置いとったんやけど、でもずーっとこうやって眠ってるからさ、もうそれやったらね、ソフティモとの関係をはっきりさせようということで、さよならすることになりました。ソフティモ、さようなら、ありがとう。次にさよならするのはこちらです。じゃじゃーん。これ何かって言うたらもうわかると思うけど、ぐにゃぐにゃ棒ですね。これ iPhone つけてこうやって撮るやつなんやけど、これ目はあれ私がつけた。これなんかいいねんけど硬いねんな。すっごい硬い。こうやって向き変えるだけでももう一苦労。見て、もうめちゃくちゃ硬い。うちペットボトルの蓋もさ最近開けられへんくなってんのにさ、見てこれ本気で、これこんぐらい力入れな向き変えられへんからな、もう全然使わんくなっちゃった。だからこちらぐにゃぐにゃ棒とはおさらばしようと思います。今までどうもありがとう。スキップだるスキップだるまたね。お次にさよならするのはこちらです。じゃん。なんかまた靴なんやけど、これはフリックスストアで買った靴で、履き倒しすぎて、見てこれ見て、汚っ。うちのかかとはな踏まへんタイプやで、足の靴のかかとを踏む人はあんまり好きじゃないんやけどな、踏んでなくてこれになってん。こうちなんか歩き方おかしいのかな、なんかこんなぐちょぐちょになっちゃって汚くなったので、こちらもお別れします。ありがとう。白い靴ってめちゃくちゃ使いやすいからおすすめ。ルールスキップルールスキップルールマトリン。パキン。お次は、次はこちらです。捨てれるのやめようかな。なんかうちめっちゃいろいろ楽器持ってるんや。こういうのとかトライアングルとかもあったり、タンバリンもあったり、なんかまあいろいろ持ってるんやけど、いつ使うのみたいな。こんなパレードとかしか使う機会ないやん。ほんまはそう、こんなにも長年使わへんのやったら捨てないとあかんのはわかるけど、でもなんか使いたいかもみたいな思っちゃうから、笛だけさよならしようかなって思うねんけど、笛も吹いたら使いたくなるから、いやでもこれは覚悟決めないとあかん。使ってないやん。使うものだったら使うじゃん。使ってないんだもの、捨てます。お次はこちらです。このお洋服、ヌービーの一緒に MV 撮ったやつ、 MV で着たお洋服なんやけど、脇の下に穴が開いてしまって、服結構捨てるの多いから、フリマみたいな感じで、うち今アプリ作ってるんやんか、自分の朝銀のアプリ作ってて、でそのアプリの中で私が着なくなった服をみんなにフリマしようと思ってて、だけどこんなに穴が開いてしまったので、このお洋服もさよなら。なんでこんなとこに穴開くの、めっちゃ可愛いのにね。さよなら。パキン。次はこちらです。じゃん。 iPhone ケースめっちゃ可愛い。うちがな、これチャムさんのやつ2代目やねんけどな。チャムさんっていうのはうちの友達のハンドメイド作家のうちがピアスとかよくつけてるやつね。ブランドの iPhone ケース、これめっちゃ気に入ってたんやけど、なんとこちらに餃子のタレが染み込んでたんです。餃子の匂いがする。でこれレザーやからちょっと洗うこともできず、さよならします。めっちゃ悲しいな、なんかごめんなさい。すごく気に入ってたんだけど、ハンドメイドだからさ、同じものはさ2つないわけですよ世界に。だからさ悲しいけど、さよなら。チャムさんごめんなさい。でもみんなチャムさんのこの iPhone ケースとかピアスとかめちゃくちゃ可愛いから、ぜひチェックしてゲットしてみて。パキン。
以上、まあ私元々からいらないものは捨てるってやる方やからそんなにたくさんはなかったんやけど、こんな風にいっぱいいっぱい、ミニマリストにはなれないけど、でもすごい素敵なものって出会うためにもお別れはちゃんとしないといけないと思ってるので、みんなも、まあ、2ヶ月3ヶ月使わないっていうものがあったら思い切って捨ててみることってすごく心もすっきりする。それはもちろんさ、捨てるっていうのはさ、長年使ってきたものとか今後使うかもな、あともう一回使うかもなって思うのものを捨てるのはそれはさ、心が痛いですよ、私だって。でも痛いけれど、自分の新しい出会いに巡り合うっていうためにもお別れするんですね。さよならするべきものや人やこと、それはもうさよならしましょう。そして新しい出会いに感謝ということで、今回はみんなとお別れ会ができて本当に良かったです。またちょっとどっかのタイミングでうちのこのお肌について喋らせてほしい。もうちょっと今も思い出してしまった。じゃあ次の動画も見てね。バキューン。